茨城県道163号下日沢上、尾瀬線日立大宮市上湖西茨城県道163号下日沢上、尾瀬線は茨城県日立大宮市下日沢から道市上大瀬に至る県道である。日立大宮市下日沢から道市上大瀬を結び、中川支流の一級河川を川に沿って山間部を通る路線。沿道には地域コミュニティ等の中核施設である。 小川総合センター、観光、雇用施設である、三輪温泉笹の湯などがあり、小中学校などの教育施設も立地しており、地域の生活道路となっている。また、路線名称の漢字表記については、2002年以降に、発行された茨城県法や、現地の県道道路標識の路線名称版において、新字体を用いた、下日の木、沢上汚染線の表記も見られる。 この場所で以前ダム建設の計画があったが計画の見直しで事業中止となっていて、これに代わる見返りに、現道の道路改良整備が進められている。1959年10月14日、新たな県道として、中郡三輪村大技、下日沢を起点とし、中郡小川村上尾瀬を終点とする区間を、本土線とする県道下日沢上尾瀬線として、茨城県が、 県道路線認定した。1995年に整理番号163となり、現在に至る。安全性を高めた歩行者と車両の分離や、対面に車線の確保するため、県道の改良工事が、終点側の上尾瀬川から進められていて、改良区間の複員は11メートル、そのうちの車道部が6メートルある。事業計画延長3.7キロメートルのうち、 平成19年7月に国道293号交差部から延長 2.8km のバイパス部を強用したのをはじめ、2018年までに全区間のうちの半分以上が2車線の道路として改良済みである。未改良残存区間の日野沢では1車線の境外区間で曲がりくねった道路が続くため見通しも悪い。福音、曲線半径。 公害その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。ありがとうございます。